どうも、こんにちは。気になる男シリーズでございます。えー、今回ですね、50代の悩みについて、しっかりとお話ししていこうかと思います。私も同じ50代ですから、気持ちはわかります。で、私の場合はね、30まで一回も金銭的にプラスになったことがなかったんですよ。40歳までですね。で、40歳まで、やっぱこう、家庭を持つことも全く可能性がなかったわけですしね。で、いろんなものを諦めて、残された うん、自分の道の中で、まあ、何が一番いいんだろうかと本当にね、悶絶するような思いで過ごしてましたね。まあ、そんなことを私は表現しなかったんで信じられないというふうに周りの方はいるかもしれませんけども、それこそね、明日をも知れぬ命って簡単に私は言葉にできますけども、いや本当にその通りで、いずれ私の場合は犯罪を犯していたでしょうね。危なっかしい40代を過ごしました。 いやでもね、それが救われたのは、うん、やっぱりこう、悩み解決が進んだからなんですよね。40代での悩み解決が少しずつできていくと、50代に持ち越す悩みっていうのはなくなるわけなんですよ。で、50代では50代の悩みがありますんで、それはそれで向かっていかなくちゃいけませんけども、少なくとも私の40歳、40代っていうのは、それまでの、うん、人生の負債をね、徐々に返し始めた時だったんですよね。 まあそこで使ったのが、まあ、インターネットだったわけですけども、さすがにね、私も1972年生まれ、昭和の人間ですよ。何情報革命 ?IT? むちゃくちゃ負担だったですよね。今までいろんな勉強をしてきましたけども、その中で一番不得意だったのが、この IT とかインターネット、SNS、情報革命。もう本当やめてくれって感じだったんですよ。まあでも、でもですよ。あるきっかけをもとに、 私はその世界に足を踏み入れてみるみる自分の人生が変わることを体感したんで今ではその一番不得意なことが得意なことになりましたそしてこのように今はねまあ何不自由ないと言ったら言い過ぎですけども少なくとも以前の私なら立ち止まっていたような数々の悩みを全て乗り越えて今まっとうにね50歳を過ごしています50歳では50歳にしか見えない新しい 悩みや苦しみがありますけども多分なんとかなるんじゃないかなというふうな希望にも変わってきましたですんで以前のようにね一歩間違えたら犯罪みたいなそんな精神状態にはなってないですねどこまでも正々堂々と清く正しく美しくそして誰にも恥じることないような人生をその人生のど真ん中を歩いていきたいというふうに思うようになりましたで私のね YouTube の放送っていうのはほとんどが結局 50代いわゆる同じ世代ロスジェネ世代の悩み解決に特化したものなんですよでその悩み解決のほとんどがお金を稼ぐことによってできるんですよねそして何をもってお金を稼ぐかっていうことになってくると10年間振り返ってみるとをを中心ににお金を稼ぐということになりますで、しかもその私の方法っていうのは YouTube をですね質の高いコンテンツをいっぱい作っていくというよりも質の高い低いはよくわからないだからたくさんの数を出すことによってその中で 多くの人が見てくださる。手応えになる。コメントが多く入る。そういうのを残していって、無反応なものを、まあ、あまり作らないようにするということの繰り返しでですね、毎日動画更新をしてますね。でも、やっぱり手数を打たないとね、私たちは、若いヒカキンさんとかね、はじめ社長のように、一本出せば数十万、数百万再生みたいなバイタリティはないんですよ。その分だけ、かなり、こうやって YouTube や IT については、 代代や30代の方に遅れを取ってます。遅れを取っているからこそできることっていうのはまあいわゆる昭和の根性数打ち当たるみたいなところですよねただそれも本当に数打てばいいってもんではなくって一つ一つ考えてねなるべくなら当たるように数を打っていくってことになります今ではそれが染みついたんで動画をたくさん作ることは何の苦痛もありませんしまさにねあらゆる人生を動画に切り取ることっていうのはもう自然にできるようになりましたね でそこからキャッシュが生まれて余裕な時間が生まれてくるということになります少なくとも YouTube を作るのに時間を取られるっていう感覚がもうないですね今こうやって撮影をしてますけどもこれも私が例えばね家族とか子供たちに残したいメッセージなんですよですんで仕事だから仕方がなくやるって感覚はないですね今日動画の更新が少ないからまああと何本か作ろうかっていうこともないですうんすでに私の暮らしそのものがこうやって YouTube にアップロードするっていうのを前提に行われてますんで、うん、まあ本当に暮らしの一部ですねだから動画が今日は少ないなとか多いなとかね質がいいな悪いなってもうそこのレベルではなくって、うん、だからどのくらい自分のメッセージを残せるかなってところになってますそして自分のメッセージも自分勝手に生まれたわけではなくて世の中のニーズに合わせたメッセージになってきますで私はその中で50代の悩み解決それを YouTube でやるってことに まあ特化してるということになりますかね。はい、じゃあ少しずつお話を進めていきますけども、50代の悩みっていうのはどういうものがあるでしょうか。少なくとも50代の悩みを全部をやっていてもチャンネルっていうのはできません。どこかにフォーカスすることになります。例えば50代の男性の悩みにフォーカスするのか、50代の女性の悩みにフォーカスするのか。ね、こういうふうにどっちに行くかっていうふうな選択が最初にあられてきます。 またこういうふうな選択肢もあると思います。会社員として長年勤務してきた人の悩みね。私が二十歳前後で同時に就職した就職氷河期世代。うまく就職できた方も今50代になってね。いや、しまったなと。この業界に就職してやばかったっていうね。そういうこともあるでしょう。例えばアパレル。私の場合は紳士服の業界がすごく人気で、大学の時に いろろんなところ受験しましまた私はそのすべてに落ちたんですよで合格通知をもらった同期を羨ましく眺めてね俺の方が劣っていたというふうな劣等感もありましたアパレル業界みんな息をよと就職していきましたよところがですね紳士服の業界この30年で一気に需要が低迷してもうね花形のスーツを売る仕事なんてなくなってきたわけですよじゃあ大手紳士服業界に入った私のかつての同僚 ね、同期ですかどうなっちゃったかなとそう退職して行くところがないんですよアパレルだけをやってきたんでアパレル以外は何にもないんですよねそうなってくるとアパレル全体が不況ですからもう再就職不能になってくるんですその中でも人事とかねそれから総務とかに入った人は他の会社でも人事や総務がありますからなんとかなってるかもしれませんがそれでもやっぱり厳しいですよね、うん、こういった人の悩みに 徹底的に回答していくのかそういうチャンネルにするのかってことも一つのチャンネルの作り方になると思いますあとね正社員には一回も会ったことがないような50代もいるわけですよ派遣とか非正規を繰り返して50歳を過ぎてしまった人の悩みそれはどんなものがあるか私は100でも200でも上げることができますですんでこのチャンネルを作ることもできるんですよ非正規派遣でいつの間にか50代になってしまったそんな人のお悩みや これだけありますよとそのための解決方法はこれだけありますよと解決できなかった場合の対処法はこれだけありますよこれだけでもね私語り尽くすと何時間もかかってしまいますだから今日はお話ししません別の機会にお話し,しますいくらでもこうやって50になるとネタって出てくるんですよねえそしてねまだ他の悩みもありますよ50代になると結婚ですよね50代になったのにまだ自分は結婚できるんじゃないかなと思ってらっしゃる方がいるもちろん可能ですただし 50代男性、よく聞いてください20代の女性との結婚は非常に難しいですよ素敵な特徴をねとてつもない特徴を持ってない限りはまずは恋愛対象にならないですよ20代の女性もさすがにねもうすぐ介護が必要になってくる人を結婚相手に選べないかもしれませんいや私たちが50代になってね芸能人のような暮らしを送っていて資産状況があって見栄えがあれば別ですよ でも平凡か平凡以下だからという理由で50歳に過ぎても結婚できていないとしたらそれはかなり不利な戦いを強いられると思いますでもこの問題にも突破口があるんですよそのためのアラフォーからアラフィフから結婚を考えるチャンネルこれもできると思いますねすでにもう YouTube チャンネル結構ありますねこういうのもねこういうふうにニーズに対応した情報提供サプライが行われていればそのチャンネルは育っていってそのチャンネルで なりわいにすることができる、つまりは暮らしていくことができるという形になります。そのためには、自分のではなくて、人の悩みに敏感にならなくちゃいけないですよね。自分のことをべらベラ喋るような、自分の痛みに敏感で、他者の痛みに鈍感になるんじゃなくて、どちらかというと、自分の暮らしや悩みには鈍感になって、他者の悩みや苦しみに敏感になる必要があります。時には、人の悩みを指摘するというのは苦しい作業になるかもしれませんが、 もう目を背けていいられないです私たちは10代20代の繊細な青春時代ではなくて現実というものを背負った厳しい時代を生きるまあね言ってみれば、まあ、戦士なわけですよね奮い立っていかないといけないかなというところは大きいですもう泣き言が許されないということになってきますで50代になるとねこういった悩みも訪れます親の介護ですよね親の介護が十分できていない自分のことで精一杯っという悩みもあるでしょう 親の介護はできているんだけどもだけども自分には介護のスキルがない苦手意識がある十分できていないこれでいいんだろうか介護中に親がどうしても憎たらしくなってしまうこれでいいんだろうか十分な介護を提供するお金がない時間的余裕がないさまざまありますよもっと言ったらね介護をする間もなく私の親は死んでしまったそこにずっと悩んでいる方もいると思いますそうなると心のケアをするようなチャンネルも必要になってきますよね そのチャンネル、私も何件か知ってますけども、やっぱりものすごく育ってますよ。親の介護ができずに、自分の忙しさにかまけて、何もできなかったと。でも親ってのは一回死んでしまえば、もうよみがえりませんからね。自分の子供や友人ってのは、いつか和解するチャンスが来ます。生きていれば。親は介護をせずに死んでしまえば、もう二度とそのチャンスが訪れないわけですよ。墓石に布団をかけても仕方がないっていうのはよく言いますけども、その通りなんですよ。 さあどうでしょうしか、今までもここまでたくさんのお話をしてきましたけどもどの悩みに特化するチャンネルを自分は作れるんだろうかっていうことを考えたときにまるでね私は出店をたたくさんししてきまそばやお好み焼きや焼肉や出してきましたけどもなんでその料理にしたのかっていう緻密な裏付けやシミュレーションがなければ怖くて資金投入してお店を作ったり従業員を集めて社員教育なんかできないですよ。 そのぐらいの気持ちで YouTube チャンネルを運営しなければ、YouTube っていうビジネスの世界で生き残っていくこと、差別化を図ることは難しいでしょうね。しかも自分自身のモチベーションにもならないでしょう。明確な問題解決に対する意識がないわけですから。絶対にこの人たちを救いたいっていう風うなね気持ちがなければ、自分が金を稼ぐための方便としてビジネスをやっているという形になって、早々に退場せざるを得なくなります。なぜならそんなビジネスでは稼げないからですよ。 稼ぐ目的でビジネスはするんですけどもそれ以上に誰の困った状況を解決できる力が自分にあるだろうかっていうねここがすごく大事になってきますそして自分が人々の悩みを解決すればするほどそれ自身がモチベーションになってきてもっと多くの人を何とかしたいっていう気持ちに駆られるんですよそうすると作業が終わらなくなりますしかもものすごい高いモチベーションでやります家族の反対なんて見に入りません俺の道は俺で決めるんだと文句あんのかっていうふうな 意識が出るのはこうなんですよそこまで本気にビジネスをしてるともはや家族は反対しないですね応援しますねこの人の人生を手伝っていくために私はこの人と結婚したんじゃなかろうかっていうところまで家族の意識を高めることもできるはずなんですよおっかなびっくりやってたらダメですよねユ YouTuber としてネットで稼いでいくと決めたわけじゃないですかでネットで稼ぐってことはどういうことかっていうとお金を払ってもあまりあるほど 人の悩みが解決できて社会からお礼がもらえてるっていう状況ですよそのお礼はあなたの家族もろともこのお金で暮らしてくださいっていうふうな壮大なお礼ですよですんで私は思います自分が YouTube やることによって家計がまかなえてます電気代も高くなりましたけどねでもそれは多くの方が私の発信の次回にも期待してくださって、まあ、お金を払い続けてくれてるんだろうなっていうふうに捉えてるんですよですんで 私のビジネスに対してお金を払うそれも当然そうなんですけどもこの久保哲郎や即可塾ってものを存続を期待する人がそうやってリピートを起こしてくれてるというふうに思いますつまりは応援団なんじゃないかなと思うんですよですのでこれからもね私はねお金を払ってくださる方の生活を応援してお金を払い続けることがで,できるように努めていこうかと思いますよねこれがだから両方が両方のためにお互いがお金お互いのために言ってみればウィンウィンの状態なんじゃないかなと思います 私は軽々しくねウィンウィンなんていうのはとっても気に食わないんですけどもでもこうやって自分の考え方を一言でまとめるとするとウィンウィンの関係になるんだなと思います時には私はねウィンルーズでもいいと思ってますよつまり私に何の利益もなくても私の目の前の人が「よかったありがとう」っていう状態になれば私は自力で自分の暮らしぐらいは立て直していこうと思いますんでねですんで、えー、かっこよく言えばお金にならないこともできたりするわけなんですよ ただ、お金にならないことばかりをやってるわけにはいきませんので、そこにはね、一定のバランスが必要ですけどね。さあ、ちょっと話を横道にそれましたけども、別のことをちょっと考えてみましょう。50代の波にもう一回話を移していきますよ。50代では、6割以上の人が IT への拒絶反応があります。SNS の更新もほとんどしません。プログラミングもやったことがない。アフィリエイトも未経験。YouTube なんて持ってのほか。という人が、 50代にに多いといいとととうここを理解したた上でことに当たっていかなてなりませんね場合によっては IT なんて全く使わなくてもあなたの問題解決はできますよっていうふうな奥の手を持ってないといけないんですよでもなるべくなら私のチャンネルに行くなら YouTube という新しい世界に活路を見出してほしいなと思いますけどねしかしやっぱり50代になってくると稼ぐための IT のスキルがほとんど手にないっていうところなんですよ パソコンの電源すら入れるのが億劫だって方もね、いらっしゃると思います。その精神状態が分かっているでしょうかってことも、こうやって発信する中でね、インターネット使っていきましょうよっていうような言葉の裏に潜んでないといけないですよね。パソコンぐらい誰でも使えるだろうみたいな視点でやってるから、このぐらいのこと誰でもできるだろう。いや、簡単ですよって言葉の一つ一つが、50代の6割以上の IT を苦手とする人を追い込んでるんですよ。だからそうじゃないと。 確かにこれは手間がかかるよと。場合によっては代わりに作業するよっていうところからスタートしなければ、本当に落ち込んでしまった人の悩みをね、救うことはできないんですよ。こっからあなたのやることでしょうとかね、自分で考えることでしょうっていうのは、もはや何の助けにもならないし、何の鼓舞にもなってないってことなんですよ。ですんで、こうも言えます。自分の人生は自分でやっていかないといけないよねっていう考え方。立派ですよ。でもそれができないからこうなってるわけですよ。ということはある意味ね、自分の人生のデザインを プロにお願いするっていいう風なね、まあ、いわゆる総合プロデュースって言葉がありましたけどもそれっていうのは実はものすごく有効なんですよ。自分の1から10まで手取りやしたり何をすればレールに乗るんでしょうかつまりシュハリのシュですよ。これができるようになってなるほど教わった通りに自分でできるようになってきたな助走期間は取ったなということでしたらシュハリのシュから破るつまり自分の型を初めて作っていくっていうところにきます。そして最後はシュハリのリ 離れてていくってことになりますよねですので最初はねもう1から10までプロの言うとおりプロがやる通りもっと言ったらプロに丸投げこのぐらいで人生を立て直してそしてどうすれば自分の人生が立ち上がっていったのかっていうことをまさに体で体験して自信をつけて精神力を養ってその上で次のステップ周ハリの歯に周ハリのの歯ですね歯に進んでいくってことになると思います。ね、一発撮りだとね なんか言い間違いがね結構かっこいいですね <laughs> まあでも十分意味は分かってくださると思いますので修正はしませんはいそれでね総務省の調査50代の悩みにちょっとねフォーカスしていきましょうかねこの調査も必要ですよ50代の悩みを解決するためにどこに悩みの重さがあるのかっていうことを自分の視点ではなくってグローバルな視点でも捉えないといけませんその中でよく活動するのがあ総務省のデータです 総務省っていうのはいろんなデータをね国民から吸い上げてくれてますので非常に役に立ちます例えば50代になってきて悩みを持つ人の多くが健康の悩みなんですよお金の悩み以上に健康の悩みここに思いを託してますね50代になると一気に体力の低下を感じたといいう人が多いですもちろんほとんどの人は30代40代とスポーツを中心に生きてるわけではないですから 本当にね体なんて動かしたことがないよとまともな運動なんて学生時代以来やったことがないよっていう方がほとんど50代になるわけですよ。ね。そうなると老化とともに自分の体の衰えっていうのはまっすぐ来ますからね体を鍛えてるわけじゃないですから使ってない筋肉も多いわけですよ。さらに高血圧とか生活習慣病のような50になったからこそ襲ってくるような病とも向き合うことになります。 物覚えが悪くなってきたとかね。記録が続かない。これも健康を害している、その要因の一つですよ。じゃあ、どうしてもやる気にならない人に対して、モチベーション上げていきましょうっていうふうな励ましていいんですか違うんですよ。まずは精神構造を変えるためのケア。時には医療が必要なんですよ。もうそうなると YouTuber ごときでは手が出せません。そういうふうにして、まずは地盤を作るって作業を専門家にお願いしていくってこと。うん、メンタルケアを、うん、それを専門とする方に、 お願いして、立ち直ったらやっと稼いでいきましょうっていうような順番になってくるんですよ。この辺も分からずに健康状態がかんばしくない人に、あれこれそれこれと、うん、稼ぐことをねしっかりと強要していったりとかすると、まさにね離れていくんですよ。もともと苦手なわけですから。だからそこにも十分ケアしないといけないかなと思いますよね。だから放置でも稼ぐ方法をいくつか知っておくってことは大事になってきます。で放置で稼ぐ方法をその方にまずは使ってもらうわけですよ。 でそのうちにその方法は飽和してしまうってことにやっぱこう理解が及びますんでその時に初めて自分の稼ぎ方の構築っていう風に入ってくるわけですよねじゃあ次は家計のお話しましょうかやっぱ50代になってくると家計ねお金の問題で悩む方も多いですよというのが50代ではまだまだ家のローンが残っているんですよ、うん、1000万ぐらい残ってるんじゃないですかそれに加えて子供たちは今まで以上に多額の学費が必要になる場合も多いでしょう しかし収入は今の時代減っていくわけですよ。本来なら50代から本格的に所得が上がっていくはずと思って会社員になったはずなんですよね20代の頃。でもその頃思い描いていたステップアッププランとは全く違って所得は減るし仕事は減るしやることを成すことうまくいかないし家族は金が欲しいしっていう感じで板挟みになってくるわけですよ。 でそうなると出費ばかり増えてしまって家計に大きな負担になることを不安に思うっていう心理が働くでしょうじゃあそこでですね問題解決をするためにどうすればいいのかってことを問題の根本から二人三脚で進まなければならないときにこれで稼ぎましょうっていきなり突きつけられても拒絶反応があるわけですからやっぱりこの人も自分の苦手なことを押し付けてくるんだなと思って終わりになっちゃうんですよだからお金を稼がせるってこともプロセスがありますからねまずは その人の人心に寄り添うこと実はというふうに本音を打ち明けてくれてからのことになってくるんですよ。いきなり稼ぐ方法じゃなかなかね取り組んでくれませんから結局自分の塾を開催して生徒さんが来てもこの生徒さんなかなかやってくれないんだよねとかねこの生徒さんなかなか自分の考え変えないんだよねっていうふうになってきて指導すするるのが嫌になるんですよねでもそうじゃないんですよ逆ですよ。 そういう精神状態だから稼げないわけだからまずそこからやっていきましょうと稼ぐ方法うんぬんかんぬんじゃなくてね指導者としてはもっともっと前のところからどのようにこの人と対人間として扱っていけないのかどこに対してこの人は尊厳を持っているんだろうかどのプライドを傷つけられたら消えてしまうのかってことをきちんとつかんだ上でねその人の心理状態を誘導していって誘導していってでよし稼ぐぞって自発的に思わせるところまでこれはやらなきゃいければならないんですよね。 で、そうなった時に初めてこれやりましょうっていうふうに語りかけていく。それが YouTube でもいいわけですよで。いきなりね、YouTube の動画作りましょうとか言っても、これはね、単なるスパルタなんですよね。うん、これではうまくいかないですね。うん、だ50代の人生ってのは思ったより繊細ですから。なぜなら今までうまくいってきて50歳じゃないんですよ。真面目にコツコツやってきたのに、報われない50代だからこそ悩みを持っていて、だからこそ あるる特定の動画に反応しててて救いを求めてきてるわけですよねそこに対して「さあこれですよ!」みたいなね押し付けはいや本当に恐怖ですよね、うん、そういった状態が心理状態が組み取れているかどうかっていうのも発信者のまあ仕事ぶりなんですけどもやっぱりね若い頃に比べると仕事での成長って感じにくいのが50代なんですよつまり自分自身の自信を失いやすくなります ひいては仕事に対するモチベーションも下がってしまって仕事自体が苦痛になってくるっていうふうな形ですだから仕事で手を抜くこととかね自分がどこまで必要とされているのかわからないから少なくともその状況を知らない人に自分なりの自慢話をすることに終始するわけなんですよこの心理状態が汲み取れてますかってことなんですよねはいそれから他の問題親の介護の問題もあるというふうにお話し,しました50代になると徐々に親の介護が必要になってきます お母さんお父さんは若くても70代ちょっと年をいったら80とか90になってくると言いますこれが50代の現実ですよかつてね自分を厳しく育ってくれた優しく包んでくれたお母さんお父さんも今ではね老いて老人になってるわけですよもう無理もさせられないし金銭的な援助も頼みにくいとそして美味しいもの食べに行こうよってももうそんなに食べられないんでねって言われてねあの定食も残してしまうつまりは喜びの共有ができていけなくなっちゃうんですよね でこういった心理状態の50代に対してどんなメッセージが送れるだろうかとしかも介護が必要になってくるこれは心理的な介護も要りますからねお父さんお母さんに肩もんで「ありがとうね」って「俺なんとかここまでやってこれたよ」うん「本当に苦しい中よく育ってくれたよね」っていうふうに語りかける時間が持てますかっていうことも50代に対する心理的な介護なんですよ <laughs> ちょっと話長くなりましたね まだまだありますよ。で、近年ではね、認知症の増加とか、介護期間の長期化っていうので、介護を支える子供の負担も大きくなってくるわけですよ。じゃあ、そういった負担とか、そうなるんではないかなっていうふうな不安に、こう寄り添ったような YouTube 発信ができてるかなってところも、自分が50代の何を問題解決したいと思ってチャンネルを立ち上げたかっていうところに来るわけですよね。はい、そして、夫婦関係。 これは恋人とか人間関係と言い換えてもいいと思いますけども熟年離婚も増加してますその理由としては夫婦の過ごし方や価値観の違いが挙げられるんですよ結婚した時はまだ20代ねお互いを思う気持ちもあったでしょでも自分の人生が20年30年と進むに従ってこれで良かったんだろうかっていうふうに思うわけなんですよつまりは自分の人生を生産する振り返る時期が50代なんですよねその時にああ一時期は愛していたけども 今は負担にしかならないなっていうふうな奥さんご主人をどうしてつなぎ止めることができるでしょうかそこにはね幸せな離婚っていうのもあると思うんですよもちろん離婚っていうのは私たちの年代では人生の失敗だっていうふうな捉え方これが大きいですよもちろん祝ってくくれた両親ににも言いにくいですよだけどもさらなるお互いの権利や自由の尊重のために離婚することによってさらにお互いを愛し合うっていう形もあると思うんですよね じゃあこういった気持ちを持って50代の悩みに寄り添っていけるだろうかってこともあります。そして50代になると子供が独立することもあります。夫婦だけの生活になってしまいます。そうなると考え方も変わってきますよ。今までは子供のためにっていうことが真ん中にドシンと据えられたかもしれませんけども、その子供ももう親を必要としなくなったときに、私たちはどんな理由で一緒にいるんだろうかっていう風うにね、この気持ちに立ち止まるのも50代ですよ。 まあ私は同じ50代でも子供まだ3歳ですからね奥さんも若いですから多分こういうふうな悩みはまあ来ないんじゃないかなと思いますですからね私に対しては個人的にはこの夫婦間の悩みっていうのは多分全然来ないんじゃないかなと思いますよねまあ年の差のこの悩みっていうのはあるかもしれませんけどね今のところそこにはぶち当たってませんけどはいそのようにね今までは話題の中心が子供だったんですが夫婦2人の共通の認識や会話っていうのは なくなっていってね子供が離れていくとでだん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 とお互いに話題のない人生に対して疑心暗鬼になったり過ごすのが苦痛になってくるという心理状態が50代ですよさらに今まで仕事一筋で家庭を帰り見ることがなかったお父さんが奥さんに愛想を尽かしてしまうっていうねこういったパターンもありますよでもお父さんが働くことによって最も 家族に貢献してててるっっっこと、これももやっぱり分かってもらわないといけないいいけでしょうね。そのためにより以上時間を使うことも必要ですしじゃあ50代の悩みに寄り添うとしたらねこういった生活環境の変化に対して第三者がねアドバイスをしてあげるってこともそのご夫婦に対しては大事なことなんじゃないかなと思います、まあ、いずれにしましても老人の入り口が50歳ですよ60歳の還暦までもう少しです これから急速に私も含めてて衰えていきます。社会でお荷物になっていくことを覚悟するわけなんですよ覚悟してるんですよその絶望的な悩みに寄り添えるかどうかっていうのが私に課せられた課題なんじゃないかなと思いますまさに私も当事者ですからね50を過ぎて自分の人生をどういうふうに抱えていけばいいのかやっぱりね身るいいいすすぐらい恐ろしいですよ。だからこそ怖いからこそ私は手を緩めずに 自分の活動ができるんですけどもねはいそれではちょっとねあのレターがありますので少しだけ読んで今日は動画を終わっていこうかと思いますえ自分を見つめ直すのが50代ということでね、えー、お手紙をいただいております50代の悩みは今までどのような人生を送ってきたかが大きく影響しています逆を言えば今までの人生を見つめ直すことができる良い機会ですまさにそうですねそれぞれの悩みには原因があり向き合っていくことが必要になります健康が心配なら 今までの生活習慣が乱れていることが原因である可能性があります。元気に老後を過ごすために生活習慣を見直しましょう。そう、私はもう老後の準備に入ってるわけですよ。40代の方は老後の準備って思わないでしょ。50代は老後の準備をしているんですよ。ここが捉えられるかなってことなんですよね。多分40代の方、30代の方には分かっていただけないんじゃないかなと思いますけどね。いや、この人は分かってるわーって思わせるのは大変だと思います。 はい、しかし小さなことでも構いませんのでどこかに生活習慣の改善点を見つけていく、まあ、そういう風な過ごし方をするってこともあるでしょうねでまたですね50代ででは仕事の第一線を退く方が多いです部長やそれから役職ですよね専務とかあー役員とかこういったものに入ればまさに50代っていうのはこれからなんですけども一般社員や課長以下だともうすにでにともで うん、会社の仕事から離れていると思った方がいいでしょうねでお情けの肩書きがついてるっていう程度に思っていかないととんでもないミスを犯しますよ、うん、転職しようとしてねどこどこの何々部長ですっていう人が仕事にあぶれてる姿、うん、よく見かけますけどもねもう私のところに来る方も一発のキャリアがあっても再就職ができないっていう悩みですよいやそこまで世の中は厳しくなってるのかと思うばかりですけども本当に能力があるなら 人の会社に入るんじゃなくて、あなたが自分の会社をやればいいというアドバイスになって、でそれが引いていればね、ネット企業になっていくということなんですけどね。はい、私のことはちょっと置いといてですね、レターの方に戻ろうと思います。仕事以外に生きがいがなければ、今後の老後生活を充実して過ごすために仕事以外の趣味を見つけてみましょうと。夫婦で一緒に楽しめることを見つけることができれば、共通の話題にもなり、夫婦間が円満になりますと。 ですんで、す夫婦の間での恋愛ができてるってことは50代になってもすごく素晴らしいことだと思いますけども恋愛がなくたってねとっても素敵な人間関係を築いていけば夫婦で居続けることができますんでそのための知見アイディア行動ってのがおそらくねお互いに自分たちの人生の中から見つけれるんじゃないかなと思いますしそれが見つけられないようだったらやっぱり一人に戻った方がいいかなっていうことになりますね。他の問題もありますね。 あの、家のローンや子供の養育費、親の介護とか、自分たちの老後の資金、いま一度家計を見直すことも必要になってきます。場合によっては、家を手放すことによって家計を楽にするっていう選択もありますんでね。えー、今後について、話し合うことが新しい夫婦の形になり、それが結束を強めるということもありますので、言いにくいことこそ、早めに腹を割ることができる。そんな50代でやりたいかなと思います。はい、ということでね。 えー、50代の悩みに寄り添うための私の思いっていうのをちょっと長い時間をかけてお話しさせてもらいました私の「隠居 TV」っていうのは40代で隠居になるっていうのが一つのコンセプトではあるんですけどもまあそこまでのコンセプトをね私のチャンネルの動画を見ただけで、えー、思い取ることはなかなか難しいと思いますのでたまにこうやってね真面目に話していくようなロングなね動画も撮っていこうかと思います、はい、ではこれからも50代の悩み解決のために私の力をね 行かせると思いますので任せてくださいということでございます。それでは今回は以上です。気になる男次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。あ喉が痛いよねなんかね。うんまあ、電気代高くなりましたね。うんでもね毎月10万ぐらいだったら抱えていきますよ私はね。どんとこい,いですよ。<laughs> <laughs> ちょっと肩が痛くてねこっちでねスイッチ切れないんですよね。よっしゃ。 はいお疲れ